周子先生の話をだけ、紹介しますと、周子先生は中国に行って、中国の、うん、これから大変なことになるぞ、彼らは伸びてくるぞっていうことを、警鐘を鳴らしていた。で、中国を応援することをもしていたけれども、日本もね、このままでは大変だぞっていうことも、うん、日本がやはり負けることは望んでいなかった、周子先生は。皆さんこんにちは、囲碁棋士の三村です。コメント返しだいぶ溜まった。てるんですね。7月28日ってなんだそれ。もう、ほんと3週間ぐらいで、とにかくやっていきます。前回のコメント返し、7月0728でしたね。はい。いきなり、ファットファットダダさん。ありがとうございます。200円いつも。ご丁寧に、コメント返しありがとうございます。先生の動画を見て上達した人はもう先生の門下生と言っていいでしょう。上達。ねえ、していただけたらいいんですけどね。丁寧なコメント返し、いつもありがとうございます。コメントが増えているのは、三村先生のチャンネルの認知度が上がっている。コメント増えているかどうか、ちょっと微妙なんですけど。日本の常時 10% に入るプロ棋士と意見交換ができる場所があるというのは非常に貴重ですね。なるほど。確かにそうですね。私の方も、このような、意見も、ね、いただけるのは本当に。いいなと思ってます。コメント返しありがとうございます。上げ浜まで数えた状態で60目ほどの陣地を、ああ、そっかそっか、60、それを説明してくれたんですよね。ありがとうございます。上げ浜まで数えた状態で60目ほど、自分の地がだいたい60ぐらいになるように、合計60ぐらいになるような平均手数が240手で、まあそういう計算方法があるわけですね。361マスクで240を引いて、で、120になるから、それを半分すると60、60ぐらいがだいたいバランスが取れた字であるっていう。面白い考え方です。ありがとうございます。囲碁マナー、コメント一つもらったんですね。そうか、これ時系列で並んでるんで、そうか、必ずしもこれが1個っていうわけじゃないのか。確かに私も対局相手の挙動が気になって対局に集中できない時があります。囲碁石じゃらじゃら、威圧的な石音、指トントン、大声でのぼやき。でもそれを曖昧で明文化されてないマナーで、うんぬんするのも嫌いです。なるほど。これでもね、明文化できますかね？結構その程度の問題なんですよね。程度の問題を、ここまでって、言語化できないんですよね。相手の考慮を明らかに妨害する行為は明確にルールとして禁止するべきであって、結論は結局最終的には自由だということですよね。もちろん自由だから、そのままになっているんですけどね。そうですよね。囲碁ロボットが最高の強い人工知能で、三浦さんと対、これで多分またその、翻訳でコメントしてくれた方だと思いますね。三浦さんっていうのは私のことだ、じゃないかな。ロボットが最高の、ロボットの最強設定でどれぐらい強いかっていうことですね。どれぐらいの家の違いっていうのは多分これチって言って韓国の目数かな？目数だと思うんですけどね。これ翻訳でコメントなかなかで伝わるのは難しいと思うんですけど。つまり要するにロボットがじゃなくて最強の AI と私の差がどれぐらいかと、それとまあほぼ同じ意味になりますよね。3子とか4子とかになると思います。三村先生は将棋も強いので、ここでさりげなく佐藤慎也先生と豊島先生の NHK 杯伝説のインタビューをぶっ込んでこれ、来られましたね。はい。そう。まあそういう狙いが若干あったのかな、ちょっと覚えてないんですけど、序盤、中盤、終盤、隙がないっていう表現は、割と、囲碁でも、なるほど伝わりやすい強さを伝えるのにいい表現だなって、とかも思いますね。ネタ以外の見方でね。よくこんなの開発したなって思いますよね。ロボット。先生は勝負に集中してください。そうですね。はい、頑張ります。名人戦、井山さんは名誉第三冠。おー、あと名人2期で、名誉第三冠。あ、これもすごく、なるほど。ニュースになりそうな、なって叱るべき、ことですね。なるほど。一力さんのね、第三冠はちょっと、叶わなかったんですけど、なるほど。名誉第三冠、また凄まじい。と、12手目の解説が、こういうところを解説してくれるのと、すごくいいです。音声が悪かったんですよね、この時のね、撮り方がね。すいませんでした。ライブがね、本当に、それ以来挑戦してないんですけど、音が悪いというのも教えてもらえると、すごく助かります。ありがとうございます。三山さんと一力さんの対局は本当に多いですね。そうですね。動画にもいろいろ挙げられて、
いますが、タイトルをよく見ないと、一体どの棋戦のものか。そうですよね。打ってる人もね、今日何の碁だろうって思う時があるかもしれない。なるほど、至れり尽くせりですね。初級者にとって詰碁を並べるというのは碁石の扱いになれる意味もあるので、少し保護気味な気がしますね。でも、モチベーションとしてはすごくいいと思います。お手頃値段なら買いたいです。10万円だそうです。心理学的にはミラー効果が、あ、これ面白い話です。月光さん、恋愛感情に限らず、好意を抱いている相手の言動をつい真似てしまうことです。マナーの話ですよね。うん。そうそう。強い人のね、癖は真似されやすい。逆に自分と同じ行動を取る相、そうか、行動を取る相手に対しても好意を抱くようになります。つまりコミュニティで人間関係が濃密だと自然と身内感を高める方向にメンバーの言動が寄っていくことが容易に想像されます。そうですね。耳がタコができるまで繰り返していくし、解くしかないですね。だからこの先輩ほど、かなり上の方にね、レベルも上がってきて長く、やっている先輩ほどこのことをね、道場内ではね、気をつけてほしいんですね。自分の持っている影響力というものをね、もうちょっと分かれよっていうふうに私は、まあ、伝えているんですけど、でも、もっと上の方からね、もらってくる、癖をもらってくるということに悩んでいるっていう話なんですけど、まあ、これは、南北違いで買ったのって、多分これ韓国の方だと思いますね。はい。グラフィック、使ってる AI のね、設定などにも聞いてきていますね。本因坊戦の、そうか、封じ手の話をしたときに、結局、どこへ打つべきだったんだっていう話を聞かれたので、それに答えています。うん、黒が 6.5 目とかなり有名でし、1日目最後の白70手目、かけ継ぎの時点では黒が 6.5 目とかなり優勢でしたが、丁寧に解説、説明、注釈を加えてくださった。ありがとうございます。若い時に打てる機会あるのって恵まれてる。寿命も伸びて50代以降は好きに生きれるし、勉強しがいのある年齢で打ちまくれるのは羨ましくもある。このスケジュールの中どうやって自身の時間を取って研究されているのでしょう。井山さんも一力さんも最新の流れから置いていかれてる印象も全くないのですが。まあね、パソコンがあればどこでも囲碁の勉強ができる。スマホだけでも囲碁の勉強ができますので、今はね。そういう意味では隙間時間で、やられているのでしょう。円全体が定石みたいになっているんですね。このいうのはどうやったら勉強できるんですか。これはね、本当 AI 見て覚えるしかないんですね。でも無限に枝分かれがあるんで、本当若い人はね、できるんでしょうね。長反博打的な読み運なのかと思いましたが、プロだと読み不足、研究不足という位置づけ。そうですね。そう。ある程度よくできる形だったら、覚えているべきなのかなとは思いますけどね。限度があります。寄席さんと石原さんといいダイナミックな模様の碁ですごかったです。これね、良かった時の夢より杯の1回戦の時ですね。うん、ねこれは本当に、そうそう、翌日全敗。この落差がね、私は盛り上げた後に。6人残って世界ランキング下克上来るかと思ったら翌日全員負けてしまうという、そう、ね、がっかりさせてしまってすいません。元木先生は惜しかったですし、寄席先生は可決相手に途中まで優勢。山下先生も相手の打ちすぎで逆転できるかというところもありました。結果は残念なことに。そうですね。これがね、いつか、ひっくり返る時が来るでしょうか。日本のね、囲碁。負け戦での自分の失敗点の研究は辛いっすね。今日の将棋の王座挑戦者決定戦では解説の方が練習は自分よりちょっと弱い人と対局して勝った対局で自分のミスを研究する方がはかどるという、これはわかります。本当にわかりますね。そういう意味では私はね、自分の弟子を鍛えるための対局で意外と学んでるところがありますね。はい。まだっていうのはそのことですね。2回戦で負けてしまった。YouTube 中継がね、なかったですね。2回戦だけなかった。1回戦はあったのに、2回戦はなかったのは、つまり現地に多分行ける、なんか、スタッフがのスケジュールですかね。なんか、まあ予算の問題もあると思いますが、わかりやすい解説をしようという気がないですね。これ、囲碁と将棋に、囲碁が将棋に負けているのはなぜか、これな、なかなか根強く、コメントいただいているんですけども、解説、わからないのが、のはお前が弱いからだという、態度の
解説がほとんど。まあそんな気持ちはもちろんないんですけどね、行き届いてないということは、言われているんですね。でね、囲碁の解説を分かりやすくするということは、やろうとしてるんですよ、私なりにね。ただね、すべて分かるように説明するのは膨大な量になってしまうので、どのぐらいやったらいいのか、どのぐらいのところまでやったらいいのかっていうのはいつも悩みます。日本囲碁復活ののろしではなかったですね。そうですね。残念だったんですよね。何が原因なのでしょう。打ち方のスタイルが国によって違うのでしょうか。これ純粋に実力ですよね。実力。オリンピックでは中長期的な視点で強化した競技は国際舞台で結果出していますが、世界で勝つためにはやり方を変える必要があるのでしょうか。まあ、AI が出てきているので、子供からね、トップ選手になるまでの練習過程っていうのも、今はまだ確立されてない AI をどれぐらい使うかというところですけども、違うのはね、練習量ですね。子供の時の練習量だと思います。小学校行かないで、朝から毎日、夜まで10時間、15時間を6歳ぐらいからぶっ続けてやっていると、12歳ぐらいで世界チャンピオンに近い、囲碁の棋士が出来上がります。それをやる人が増えれば日本もそういう選手が出てくると思います。日本棋士の皆さんは必死に頑張ったと思いますが、現実は厳しかったということで、同じく残念な気持ちになりました。世界の厚い壁を崩すためには、棋士の皆さんの頑張りでなく、世間の皆さんからの協力なども必要かもしれないですね。なるほど。ありがとうございます。中国ルールであることが、思考に余計な影響を与えるとかない。それはね、ほとんどないです。ルールはほとんど関係ないです。一目込みが違うのはありますけど、日本ルールで打っても同じ結果になると思います。結果だけ見たら残念ですけど、いろんな隠れてる読み筋を解説いただいて面白いですね。そうですね。囲碁の内容をね、楽しむことはまた別ですからね。結果が、の良し悪し。結果だけではなくてね。はい。監督か選手団長に当たる人は歯医者の便を飲めるべきでしょう。ああ、なるほどね。監督か選手団長に当たる方がね、そうか。一応そうするとナショナルチームの方ってことになるのかな。まあ、述べようがないじゃないですよね。相手が強いっていうことだと思いますね、純粋に。私の知識の範囲では、多様なメディアで中韓と日本の差については十分に何度も言語化されていると思います。そうですね。会社の面より、一般的に中韓との差について語るメディアはどのようなものを想定されず、既にどのようなものをチェックされた上で日本棋士の努力を愚弄される発言をされるんでしょうか。ナショナルチームとか、様々に考慮されている印象もあります。現役より前では、スミレ先生など、特別採用枠も設けているし、それなりに対策はしている印象があります。これ以上は、本先生あたりに指揮を取ってもらって、全国の囲碁道場を韓国風に改造するプランくらいしか思い浮かびませんね。現状の日本の育成どこに不満がありますか？そうですね。現状の、そうか、日本棋院の育成システムの、どうすればいいか、どういう手があるかっていう話もね、ぜひ皆さんで、ね、議論していただくということもいいかなと思いますね。私たちの、そうですね、できることは、やってるとは思っていてもね、もっとこうしろよとか、そのためにはどう、何が必要だとかね、しばしば国別での強化策など語られますが、個人的印象では一力先生レベルになると少なくとも部分読みについては育成システムレベルで語れる人類が到達可能な最高峰という印象しかありません。ただ今回ご紹介いただきました棋譜など中盤での勝負どころでの形勢判断構想に関しては日本の棋士は薄い、もしくは大西先生のように真逆に応用すぎという感じがします。逆にとりあえず、新人祖先生を筆頭に中間のレベル基地が どういうトレーニングをするとあれだけ精度が高い中盤の判断ができるのか検討もつきません。これについて国別という文脈と独立に何かしら言語化できれば甘いをプレイヤーとしては興味深いです。ほぼ純然たる劇言語パターン認識しか言いようがないのかな。そうですよね。これね、どうしてなんだろうってことは常に本当に思いますけど、わからないですよね。わからない。本当に。これは、そうですね。わかります。確かにそうですね。まさかはやっぱりの書き間違い。5人でも勝ったのが不思議。6人ですね。そうそう。まあ、今まで通りだったねってことですよね。まあ、正元長治君、林海雄、雄志君、長先生は日本で才能を開花されて、中村すみれちゃんからも韓国中国の棋戦に招待されるだろう。強いからではなくサンドバッグの代用に使えるからだ。ブログでしたが、私のブログでね、世界戦は参加するだけではノーギャラとのこと稼げないと分かれば
プロのこと、日本の騎士が自主返上になっても外野を攻めることができない。64人でよかった。256人になったら1回戦と、坂田先生の落胆、藤沢先生の激怒、あの世から伝わってくる。はい。囲碁のプロレベルの制度が江戸時代のお城から数百年日本独占だったので、昭和時代に日本がトップだったのは当然。むしろ中間でおそらく他のボードゲームと引けないレベルでトッププレイヤーが育成されている現状は、囲碁というボードゲーム全体の立場からすると大いに喜ぶべきことではないですか。国別ランキングばかりで一喜一憂するファンの割合が高そうな現状を、むしろ周光先生は嘆き悲しむのでは。イギリス発祥のスポーツであるサッカーやラグビーが世界を席巻しているのと同様に考えるのが僕自然である気がします。日本は囲碁にとってのイギリスなんですよ。囲碁を世界に普及させた貢献、功績で大いに誇りに持って良いと思う。私はむしろ欧米その他の地域からもっとトッププロが出てきてほしい。うん。広い考え方、お心の広い考え方ですね。確かに、うん、欧米からもうちょっと、うん、強い選手が出てくると世界大会はもっと盛り上がって、この一国二国の争いではなくなって、それはいいことですよね。うん、女性棋士が日本男性プロに認証、笑いが止まらない。そうですよ。これ痛かったですよね。本当に痛かった。でも強かったんだと思いますね。しかしこれでは、秋のアジア大会もあんまり期待できそうもないですね。基本的にはね、厳しいと思います。私も。うん、だって同じことですからね。メンバーは同じなんだから。うん。大会の、まあ、仕組みはある程度違っても、韓国は兵役免除がかかっているそうなので、そうですね。韓国は常に世界戦で優勝すると兵役が免除される。これは本当に大きいです。うん、健闘を祈りたいところです。うん、追加ですが、韓国勢も3日目の、そうですね。結局3日目の16強戦で韓国も全滅したということで。そう、新人祖さんがね、うん、珍しく負けたんですよね。まあ、韓国もね、結局は新人祖さんとか、パクジョンファンさんとか、その、1人か2人の突き抜けた人で持ってるんですよ。日本もそういう人が出ればいいわけです。一人か二人、超天才が出れば、その全体のレベルでは戦えなくても、僕が人祖に勝てるような棋士を育ててきたのに対して日本では育たない。その理由について、三村先生のご意見など伺いたいですね。これ今一言でお答えするとなると、あと、母数ですね。母数だと思います。日本の、囲碁ファンが150万人とかね、統計で出ていて、中国の囲碁ファンは、囲碁を打つ人は中国には6000万人いるそうです。それが300万人ずつ毎年増えている現状だそうです。で、子供が、そのうちの何割いるかというと、中国の囲碁教室に通う子供が500万人いるって、まあ、聞きましたかけど、正確にはわからないですけども、だから6000万人のうちの1000万人ぐらいもしかしたら囲碁を打つ子供がいるかもしれないので、日本の囲碁を打つ子供って多分1万人ぐらいかなって私は思ってるんですけど、どうでしょうかね。ということで、その中のよりすぐりが、たくさんいる中の競争が激しい中のよりすぐりということで、レベルが高くなっているのではないかなと思っています。今まで韓国や中国からの情報が全然入っていなかったことを考えれば当然です。これは、情報の入手状況少しは良くなっているということで、頑張ってほしいと思います。何のことかな？今まで日本から情報が出ていくだけの状況に、無頓着でいたことの不公平さを訴えて、中国や韓国国内での棋戦寄付の解放を求めるべき。中国はね、全解放だし、人のものは取るし、みたいな感じでオープンにしろっていう考え方ですね。韓国の方は少し情報を寄付、ストップする国内棋戦を守るということをやっていますね。もししないのであれば日本から情報の開示制限をしなければならないことになります。これね、盗まれちゃうんですよ、勝手にね。うん。つまり、日本の公式棋戦の寄付も非公開にする可能性があると言って取引するべきですね。そういう脅しはね、一切聞かないんですね。漏れちゃうんです。こうした事実は、囲碁フォーカス等で、こう、結果は公表されるのでしょうか。囲碁フォーカスで、は全部をやらないでどっか絞ってやりそうですよね。現状を公表することも囲碁の普及、人気回復につながるのではないでしょうか。国際戦での苦戦についてはすでに何度も取り上げられていますよ。あ、なるほど。ありがとうございます。
と、三村先生謝罪する必要など全然ありませんよ。日本棋士の活躍を喜び応援するのは当然のこと。各対局を紹介、解説していただいて本当にありがたいです。温かい言葉ありがとうございます。就職戦線以上なしは、まあ、このことを皮肉ったわけ。せっかく半数以上の棋士が1回戦を突破したのに、翌日は逆に中継なしとは不思議ですね。そう、確かにね、初日中継スタッフが行って、2日目もまあできそうなんで、何か特殊な事情があったんだと思いますね。今回の夢より杯は最大規模の世界棋戦と称され、トップ棋士全員が参加していたが、同行メディアはいないよ。ネット後の画面しか見えない。韓国側は少なくとも2台のカメラを用意しているようです。これはですね、まあ予算がなかったと、純粋に予算がない。日本には予算がなくて、韓国には予算があるということだと思いますね。いわゆるブルースポットが連続すること、それ自体は驚かないことも多いですが、ここからの右辺の攻防については見事としか言いようがありません。私がまさに言ったところですね。本当にそうだと思います。まあだから、読みのね、レベルの高さですね。難しい手どころで、もうこれしかない、これしかない、これしかないがちゃんと読めていて、ね、すごい。しかもそれが、難しい手ばっかりでしたよね。私が、すごいなと驚いたから紹介しているんですね。はい。10分40秒の早碁でも、藤沢さん、さすがの安定感ですね。韓国リーグ藤沢里奈さんのね、碁ですね。布石についてね、紹介していただいています。結構手のことをね、詳しく書いていただいていますね。囲碁が将棋に負けてる話ですね。普段誰のおかげで棋士たちが飯食えているんだ。もうここでね、あと読む気しません。内容的な批判はいいんだけど、言葉が乱暴だと、あとはね、読んでもらえない。人の世のね、マナーっていうのを少し考えてください。はい、無視します。強かったら何でも A はあかんと思います。三村先生に同意して、思いながら動画を見ました。これ、囲碁マナーの話ですね。昔ながらで子供を厳しくしつけています。はい。これね、でもね、しつけるのが難しい時代になった気がしますね。これまたさっきの夢ゆりだ。一夜の前後で一喜一憂したのは三村先生。中国選手、韓国選手が勝ったのを喜ぶかどうかが問題ではない。問題は江戸時代から脈々と引き継がれた日本の囲碁界の凋落である。中国先生は指導のため何度も四国に行っている。坂田先生も施設団で言っている。北に道場では、韓国の子供を育てた。前世時代の先生方が中韓棋士の活躍を喜ばないはずがない。国別ランキングをどうこう騒ぐファンなどを嘆いたり悲しんだりするはずがない。なんか先ほどの話ですね。なるほど。こういう見方もあると。いうことで、ね、周子先生の話をだけ、紹介しますと、周子先生は中国に行って、中国のこれから大変なことになるぞ。彼らは伸びてくるぞっていうことを、警鐘を鳴らしていた。で、中国を応援することをもしていたけれども、日本もね、このままでは大変だぞっていうことも、日本がやはり負けることは望んでいなかった、周子先生は。もっと必死にやらなければ、日本はまずいぞっていうことをね、よくずっとおっしゃってましたね。両方優れていて、世界が、みんなで戦う、みんなが歯を競うっていうことを、先生は望んでらっしゃいました。本因坊戦も国際棋戦として中国、韓国の棋士も参加できるようにすべきですね。これは予算がもっとかかりますね。戦闘を全部対局とか詰め碁にすると、これ、囲碁ゲームの話ですね。RPG の話ですね。時間がかかりすぎるから戦闘は普通のロール RPG なんですね。そうですね。戦闘シーンは囲碁じゃない。囲碁の言葉だけね、要素だけ入れてるっていう。体験版の問題は初級者編のみと書いてありますが、有段者向けとかあるんですかね。そういうものをいずれ、もし人気が出れば作れそうですけども。オセロはどうですか？オセロ、なんだろう？何のについてかな？すいません。将棋が数を取っているのではない。藤井聡太が数を取っているのである。これも、そうです。そういうお話もよくありますね。将棋さんも苦労がいろいろあってね。落ちた時も、人気が落ちた時もあったけれども、藤井聡太さんが一気に持っていったということで、藤井聡太さんの活躍がすごいからだという。囲碁の場合は世界で勝つことがね、それに当たるんで、世界で戦でね、取り返したときに、でもそれが人気につながるかどうでしょうかね。将来プロになりそうな子供を探し出して育てるのは天野指導員には絶対できない。三村先生はじめ多くの
プロキシは囲碁教室の運営には自腹を切ってやっているのではないか。まあ身を削ってやっている気持ちではあります、私は。はい。もちろん儲かるなら儲けたいですけどね。儲かるなら儲けたいけども。はい。そういう子までは厳しい現状です。月謝が高ければ金持ちの子供しか習えない。生徒数が見込めないし、何より埋もれた英才は埋もれたままで終わる、うん。そうですね。ありがとうございます。いっぱい書いていただいてありがとうございます。読ませていただいてます。ありがとうございます。YouTube やネットの閲覧回数はマスコミが一枚噛んだ誘導バブル。仮に藤井聡太がプロが消えて8巻、8人になればマスコミは将棋を相手にしない。まあ、いろんなご意見ですね。うん、なるほど。数を心配されているようですが、全く気にすることはありませんという、そういう意見もあるんですね。うん、なるほど。はい。ありがとうございます。林さん。そう。タヌキの腹包みではなくて、イタチの腹付けです。これ間違えちゃった。タヌキの腹包みは、石を取る時の手筋でもちょっと違うやつでしたね。これはひどいミスだった。直せないんですね。でもね、上げちゃった動画を。うん、VTuber 水木さんの話ですね。うん、これね、これ名前、実名まで出されちゃってるけど、実際に私のね、元生徒で、今インストラクターやってる、結構有名な人で、矢野水木さんって言うんですけど、彼女今私の道場の先生、アシスタント講師もやってくれているんですけど、ちょっと名前をね、うん、水木ってか、使わせてもらったんですけど、これね、私が楽するために VTuber ちょっと試してみるんで、てるんですけど、見てるんですけど、逆にね、時間が何倍もかかってる。自分で喋った方が早い。工夫されてますね。ありがとうございます。関西棋院と早く統合した方がいいですね。本当に私はね、それをしたい。してほしい。けど、できてない、できない事情があるんだと思います。ねえ、そうそう。分けない方がいいですよね。10秒実況しのぎ勝負。死なんだけ言ってくれてありがとうございます。囲碁が将棋に負けているのはなぜかは本当に未だにコメントもらえるな。すごいな。著名人愛好家の顔ぶれ、囲碁側が勝ってたと思うとか言っちゃう社会性のない大人が一部じゃなくほとんどだから。んー、そんなのは私が言ったんですかね。私言ってないと思うけどな。将棋と比べて相対的にどうとかの話じゃない。どこ行っても通用しない、どこしようもない人間が多すぎる。囲碁棋士がゲーム性とか環境に理由を求めるときは、中にいる自分たちが腐っていることから見る。あのね、もうちょっと言葉選んだ方がいいと思う。意外にアップするのって難しいんですね。そうです。動画のアップね、すごい時間かかりますよ。本当に3、4時間すぐ溶けちゃいます。毎日が辛い、死にたい、希望もない。これ、キティコスミさん、いつもコメントいただいてる方だと思うんですけど、私の語を見て言ったのか、本当にご本人がちょっと辛い気持ちなのか、後者だと思ってアドバイスをさせていただきますと、まず誰か、身近な誰でもいいので会って話をしましょう。すごい気持ちが沈んでる時に、一番いいのは、喋ることだと思います。誰でも、誰か必ずいると思うんで、喋る、会って、人と会って喋ることだと思います。ここにコメントをするように、辛いって書けたことも、すごくいいことだと思いますし、気にしないで書いてください。それでもし、人と喋って少しすっきりしたら、次の段階で、私がすごく落ち込んでね、人生の、まあ、なんかショックなことがあって落ち込んだ時期には、なんか、人助けをしなさい、ボランティアをしなさいって母に言われて、まあ本当にちょびっとしたことでいいんです。私のこの YouTube チャンネルもそんなもんかもしれません。なんでもいいんですけど、近所のゴミ拾うのでもいいんですけど、なんかこう、人助けをしなさいっていうアドバイスは割と今覚えてることですね。まずはでも人と話をするといいと思います。この AI はゴラクシーですか？そうです。この画面はゴラクシーです。いつも使っています。漢字ゲームの、これは私の動画の中で最強に伸びなかった最弱の動画です。はい。でも、あ、キティさん、コスミさんじゃないですか。うん、よかったよかった。元気になったのかな？さっきの、うん、コメントは何だったのかな？うん、漢字は大好きなので楽しかったです。うん。あ、やってもらったんですよ。よかったです。あ、いっぱい、あ、また、ね、いつもね、この、ID をね、あんまり見てない、誰なのか確認しないで読んでますけど、元気そうでよかったですね。あ、先生の熱弁で心を動かされました。私もそう思います。初めは楽しくて仕方がない。荒削りでもいいから。熟達論ですね。
思い切りやる。でも慣れてくると怖い部分も見えてきて動きが鈍くなる。その時に、湯を忘れる。自分もそうだなと思います。ありがとうございます。うん。バドミントンやってたんだ。うん、そうか。最近ね、私、弟子たちにね、バドミントン、ラケット道場に置いて、公園とかで遊ばせて、運動させてるんですけど、いいですよね。レベルが違うと思いますけど。為末さん、三村先生や為末さんの言うことがすごくわかります。うん。ありがとうございます。周光さんの書がかけてありますね。そうですね。そうです。周光さんはヘビレゲの夜も碁の研究だけは断らなかったそうです。ありがとうございます。囲碁が好きな人は考えることが好きな人が多い気がするので、為末さんと親和性高そうですね。井山さんとの対談、ぜひ見たいです。実現ね、してほしい。日本棋の YouTube チャンネル でいいと思います。為末さん、なんか受けてくれるような気がするんですけどね。つなぎ役の方がね、どうやってつなげるかは私ちょっとわからないんですけど。ロボットは強いです。AI とね、もう同じなんです。要するにね。はい。中の人は AI ですからね。ネット後の形勢判断ボタンよく使うから、あの画面。あ、そっか。私が見たね、形勢判断、ロボットの形勢判断は、有限の間の、字を数える、機能と同じなんですね。私はあれ、ほとんど使ったことがないので、うん、一瞬でわからなかったんですよ。ありがとうございます。リアルの5番で対局実況をするの新鮮で面白い。普通相手がいたら無理です。そうですね。一応こういうふうに、こう石を置きながら実況するから、確かに、うん、これをうまく取れる、私も取れて、5番も取れてっていうことができたら、ちょっと、うん、考えてみます。ということで、8月19日の、コメント返しでした。ご視聴ありがとうございました。よかったら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。囲碁棋士の三村智保でした。